継体天皇、継体天皇第26代天皇。継体天皇は異例中の異例の天皇です。何がそんなに異例なのか、その血筋です。天皇家の系統から遠い血筋、ほとんど地方豪族と言えるぐらいの遠縁から天皇となりました。これを異例と言わず、何を異例と言えるのでしょうか。遠縁から天皇になったということは、拡大解釈すれば誰でも天皇になれる可能性があるということができます。まあかなりの拡大解釈ですけども、そう言えますね。ではなぜそんな遠縁の人物が天皇になったのでしょうか。まずは武烈天皇が後継ぎを残さずに崩御しました。それにより後継者がいませんでした。人選の協議が進む中、そこで押されたのが継体天皇。継体天皇は越前を統治していましたが、大規模な治水を行い、干拓し、港を開いて産後を進行し、その政治手腕がとても評価されました。天皇に抜擢された理由が能力です。能力で選ばれた継体天皇。再び言いますが、異例中の異例ですね。その政治手腕を期待されての継体天皇。逆に言えば、それだけ大和政権が弱体化しているとも言えます。継体天皇には大和政権の立て直しが求められたのでした。そんな時に起きたのが岩井の乱。大和政権に従わない岩井、まさに継体天皇の手腕が試されました。継体天皇は岩井の鎮圧に成功し、天皇中心の中央集権国家の土壌が出来上がりました。天皇家は現在令和の天皇で126代となります。長らく続いていて、世界にある多くの皇室王室の中でもこれほど続いているケースは他にありません。しかし歴史を紐解くと、天皇家は何度も捉える危機がありました。そのうちの一つが継体天皇の時です。継体天皇がいなければ、天皇家はここで途絶えていたかもしれません。天皇の名前は通常は威厳のある漢字の名前です。例えば、神武、武烈、天智、天武、聖武、公認など、みないい意味のあるいい漢字ばかりですね。普通そういうもんです。継体、この継体という字なんですけども、継ぐ体と書きます。まあ地味な意味、地味な漢字なんですけども、しかしその名の通り、天皇家を継ぎました。見事なまでに、継ぎました。継体天皇の子孫から出たのが聖徳太子。天皇中心の中央集権国家は継体天皇から始まり、子孫である聖徳太子が基盤を作りました。日本国は継体天皇で救われたのでした。